おはようございます、広内藤ですでいやーフロリダもね年末からずいぶん寒い日がこう続いてて。 もう寒さに弱い僕なんかはねもうフロリダバスと一緒でガタガタ震えてたんですが今日はねもう北風も収まって一転していい天気になりましたのでまあこれが23日続くと一気にこう気温は上がってくるんでしょうけれども、まあ、とりあえず今日は天気も落ち着いてるのでディープの釣りこれをやってみたいと思うんですそんな時に今日僕が使ってみたいものまあいろんなクランクベッドを使ってみたいんですが実は2015年に ブーヤー社が面白いものを出してきたんですね。それまでは一部のバスプロや、まあ、僕なんかも結構やってましたけれどもククランンベートのゾーンを強制的に変える。そのためにクランクベートのあー少し前にね重りをつけて一気に沈めてしまうんですそれがね商品化されたものがこんなもんだったんですねこれはブースピンっていってウエイトの後ろに タンデムのブレードがついて、その後ろにクランクベイトをつけるんです。かたや、こちらは、スピナーブレードがついていないやつですね。単なるエクストラのウエイトを、クランクベイトの少し前につけると。これをすることによって、何ができるかっていうと、一つは、例えば、こういうね、ボーマーのシャローへ。 もうこれは表層で引くルアーなんで潜っても30センチ1フィートぐらいなんですそれを強制的に10フィートとかもう20フィートとか超深場まで持ってってしまうシャロークランクの良さっていうのはもう本当に動きがいいんですねただしゾーンが浅いっていうのが一般的なんですそのいいとこ取りをして深いゾーンの でかい魚のいるところまで確実にこれを送りたい。そのためにここにエクストラのウエイトをつけているんです。このエクストラのウエイトがここでしっかりかしめられているのでここにウエイトがルアーにぶつかってきませんのでウエイト自体によるアクションのあのなんていうんだろうアクションが死んでしまうということがないんですね。今日僕は実は今日来ているこの釣り場。 少し前に、このビッグクロ僕の好きなレベルのビッグクロこれを使ってここをやりに来たんですが、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけど、ディープクランクっていうのはリードの距離がどうしても必要になるんですね。あの時僕は3メーターの水深を狙ってたんです。そうすると3メーターの水深にこのルアーを送り込むために必要なリードの距離が約9メーター必要なんです。 そうするとその9メー,ターっていうのはどちらかというと食う魚はいるかもしれない。でも僕が狙ってるのは3メー,ターって考えると9メー,ターの引く距離はまあ簡単に言っちゃうと無駄なんです。なのでブーリングをつけるとそのリードの距離が3メー,ター潜らせるのにまあ待てばいいだけなんですけれどもまあ3メー,ターもあれば十分潜らせちゃうんですね。そうすると そこだけでも僕のストライクゾーンはもうすでに6メータータ伸びてるんですでこれを一般的なリトリーブで考えるとストライクゾーンが一気に広げることができるんで非常に面白い釣りができるっていうのももう昔からね一部の人たちがよくやってたことだったんです。今日はそんな釣りを試してやっていってみたいと思います。 なんと言っても狙ってるゾーンをしっかり叩くことができるそれがやっぱりね面白いんだと思うんですね <laughs> おー来たおっしゃー いや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  <laughs> ありがとう <laughs> いい当たりしてくれたのお前なすごい嬉しかった <laughs> もうボトムのボトムでゴーツーンってきた嬉しいねありがとう <laughs> いやー今みたいなやつはクランクやってると最高に面白いボトムに届いたと思った瞬間だよね。 前回ここを攻めてた時と違って、やっぱブーリーグがついてるから、3メーターに届くのが早い。それと、距離がいらないから、こう、ボートからまともに岸に向かって投げ込むようなキャストでも、3メーターまで届いちゃうんですよね。前回来た時は届かないんで、ぼっと近づけて外側をめがけてライン取りしてたの。それがね、こう、縦に、こう、なんていうのかな。 直接こういうふうに入れていけるっていうのはやっぱ面白いですよね。今のなんかもちょっと沈めてから巻き始めてボトムに届いたって思った瞬間ですもんね。いやーブーリングね使ってる時に使う上でやっぱプラスもあればマイナスもあるんですね。プラスは何と言っても素晴らしいぐらいこうレンジゾーンを広げることができる。 つまりもう今までどうやってやってももうなんて言うんだろう技術の問題じゃなくてそのデザイン上バランス設計上の問題で絶対無理と思われるゾーンにまでルアーが送り込めてしまうっていうのはやっぱ最高にゾーンを広げることができる強みだと思うんです。だから例えばボーマーのシャローエみたいに。 限界先行深度が1フィートぐらいしかないルアーでも、それをね、3メーター、10フィートまで沈めても、全く問題なく使えちゃうんですね。でその上で、やっぱね、もう一つのプラスは、もう、ウェイトがしっかり止めてあるから、ルアーのアクションが死なないんですね。だから、こうやってやってると、僕の今のビッグクローもこう、 なんていうのオーブリングの振動が全部ロッドに出てくるんです。これがね、やっぱり素晴らしいと思う。じゃあマイナスって何かっていうと、マイナスはね、それはやっぱり根がか,かり率は上がっちゃうんです。だけど、僕が思ってるほどは根がからない。あの、カバーの中に入れて止めると進化が沈むから、 それの根がかりはね、結構厄介なんですけど、巻いてるときは、思ってるほど根がからない。っていうことはね、やっぱこのゾーンをこんだけ広げることができるっていう、それだけでも、うん、これはやっぱ使う価値があるって思えるリグですよね。でも正直言うとね、このブーリグができたのは、2015年発表されたのは、 だけど、その前に、もう、バスプロたちの間でもシークレットテクニックとしてずいぶん使われてたんですね。僕なんかも、僕が一番最初にこれ見てすごいと思って使い出したのは1980年代だったんで,で、当時はね、僕はこの釣り方を見た時、当時はね、ヘビキャロのスタイルをちょっと新変えてやってたんですけど、キャストすると結構絡みも、 出てきちゃったりっていうんで僕はそれを見た時にいやこれだったら日本の白ギで使うジェット天秤あれがいいとあれの軽い方を買ってそれをさらにね削り込んで使ったりもしてました同時にもう自分で作っちゃえって自分でも結構作りましたでジェット天秤のあの類の素晴らしさは何と言ってもあのー、辛みが少ない でも今回ね、あれもだけど結局はナイロンラインのリーダーを取ってるんで、それが飛んでいくときにメインラインに絡むことってやっぱりね、避けられないんですねで。ブーリグはフレックスワイヤー使ってるんで、そこがね、本当にない。これはね、やっぱり素晴らしいと思うんですね。やっぱりそういう必要性から、それを 商品化していく上で考えたんですよね。どういう形が一番いいかっていうのは。使ってるとやっぱこれ使いやすいですよね。でも、まあ、さっきも言ったように、このやり方そのものは昔から、みんな自分で改造したものを使って随分やってたんですね。だから当然、今でも、 いやいやいや、内藤さん、これ。売ってないんです。見つからないんです。っていう場合には、自分で作っちゃうことも、全然できる理由の一つだとは思いますけどね。おーいや、乗らなかった、今の。うーん、悔しい。乗らない魚って、倍悔しいよね。何なんだろう。欲張りなのかね。 ブーリグを使っている時にはもちろんカバーの位置を予測していくんですが、ロッドチップは下げといた方が感じ取りやすくていいと思います。これ上げちゃうとね、あのルアーコントロールがやりづらくなるんで、なるべく下に置いといて、あ、今ね枝かなと思ったら大きくこうしゃくってあげる。そうするとね、こう乗り越えてきますんでね。ブーリングでもう一つ知っておくと便利なこと、それはね、沈下スピードなんですね。 一体全体どのぐらいのスピードでもあの沈んでくれるのか。もちろんディープダイビングのクランクベイトをつけておくと、クランクがさらに潜ろうとしてくれるんですが、それでも沈下スピードがどのぐらいあるかを知っておくと大体便利なんですね。投げて、あとは待っていくだけと。あ、ここでつきましたね。これで今ね、大体ここ狙ってるとこ4メーターなんですけれども、 4メー,ターのボトムまで落ちてくれたんです。その感覚を知っておくとディープを攻めるとき非常にねこうイメージしやすいんで便利だと思います。こういうねアウトサイドのこう落ち込んでいくところそれを落ち込み側から上にめがけて引っ張ってこようとするときなんていうのも 少し長めに投げますがそれでずーっと沈めていってあげちゃうさすがにまだですねまだですねまだですねあここでついたそうするとここから巻き始めると深い側からどん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 ボトムを叩きながら上がってきてくれるんです本当にね狙えるポイント これをね広げてくれたと思うんですで今までの単なるフローターダイバーのクランクベイトではうんどうやってやっても無理っていうようなところを攻めることができるようになっちゃってるんですねこれはねクランクベイトを好きでやってる人間にとってはもう驚異的なんですねあそこの落ち込みはいいのがいるだろうなって思ってるところがクランクだとどうしても届かなかった それが届くことができるようになったんですねいやーでっかいの食送って一発起きたおっしゃ おーおーうまっいやいやいやちょっと待ってちょっと待ってもうちょっとだけ時間ください <music> おっよかったよかったねほらー おらありがとううーわよかった上がってきたときね、この一本だけだったんだよね。お願い待ってるのところは抜けちゃったよ。ありがとう楽しいね、やっぱね。あの中。 やっぱり、ハードカバーが絡むボトム側にいた魚ですよね。投げて沈めてあげて巻き出したら、ゴツンってきた。すごい嬉しい。あれ、フローターダイバーだと、やっぱあのゾーンまで送れないんですよね、あの距離で。となるとリードをもっと取らなきゃいけない。そうすると、ちょっと攻めきれないかもしれないんですよね。 でやっぱりゾーンを変えられる。強いですよね。よかったいやーもう一回ぐるっと回っちゃおうかな。いやー寒いのをこう一生懸命やってる甲斐があるよね。ああいうのが一発ドーンって出ると。 よっしゃ。うわ。よっしゃ。おーおーいいのが来たね。よっしゃ。がこーんと止めてくれたよ。ほら。 綺麗なバスありがとうなかなかいいよねこのぐらいあるとね楽しいでっかくなったなおおいやーゾーンを変えることによってねやっぱり下がっていくといいのに出ますよね いやいや、やったやったやったブーリグを使った今日の釣りいかがでしたブーリグを使うことによって自分の使っているルアーのゾーンを大幅に変えることができたと思うんです。僕も前回ここのスポット前と同じルアーを使って今日攻めたんですけれどもいやー、前回あそこはちょっと届かなかったよなーっていうところももうリードの距離をそんなに気にしなくてもバンバン叩くことができました。 これもののの釣りの幅を広げる一つの方法だと思うんです。ルアーはやっぱりね漠然と何かが起きるのを待つんじゃなくて何かを起こさせる引き起こすためにそのルアーの機能性能を広げることができるんであればそれを使って果敢に攻めていくのも一つの面白さだと思うんです。ブーリグそんな発想をもとにゾーンを自由に変えさせてくれる そんなヘルパーなんですね皆さんもぜひ果敢にゾーンを変える釣り試してみてください